ぐるぐるマニア小型犬の愛くるしさにも似てるような、時に可愛く時に、こうね、なんでしょう、切なく。ガゼールのオープン、すごいですね。初めて見ましたよ、ガゼールのオープンは。うわ、そろそろお茶にしませんか。もうそう言いたくなるカラーリングですけど、これはこれなんて言ったらいいですか、ヨモギメタリックですか、これは。ねえ、ねえ、ウグイス色とも言ったんですけど、ウグイス色、それがズバリですね、沢田さん。シルビアですか。シルビア、初代シルビア。初代シルビア、555台生産。555台、当時120万。当時120万とか、はい、昭和40年何年末ですかね、40年代後半でしょうか。こんなに素敵な車見て、うわ、かわいい。こっち見てるね、そう思わないですか。デザインはドイツの人だと思いました。あ、だからヨーロッピアンな感じがあるんですね。だからね、そうでしょ、丸4頭が似合う車ってのは、さっきのベレットもそうだし、スカレーもそうだけど、丸4頭っていうのはね、これはね、今ライトがものすごい進化してて、ものすごい細くなったり薄くなったりしてるけど、この丸4頭の愛くるしさっていうのは、これはね、だから愛玩、小型犬の愛くるしさにも似てるような、時に可愛く時に、こうね、なんでしょう、切なくこう、ツンデレみたいな感じもあったりね、いいんですよ。だからこう低く構えてる、これは多分、車高自体が低いから、あとやっぱこうグリル、このね、まっすぐな、この横にまっすぐな、それアルミの削り出しですよ。アルミの削り出し、そう、それはすごい高級なわけですね、これ。そうでしょうね、で軽いわけですね、手作りに近いでしょうね。うわー、いや、そうなんですね、だってそれに合わせて、だって沢さん、ここまず、ここはまず三角形になってるでしょ、前が。そう、角度があって、だグリルもそうだし、バンパーもそう、これか、見事にはまってるじゃないですか。それから、ここのフェンダーにつなぎ目がなくて、ここだけ穴開けて、ボンネット開けた感じ。なるほど。普通だったらこういうとこにつなぎ目があるもんね。ありますでしょう、これつなぎ目ないです。それが綺麗なんです。それが綺麗、はい、すごい。だからそれだけ大変な、やっぱりその、生産工程でも大変ですよね。そうですね。うわ、見てください。でこのフェンダーミラーとドアミラーの間みたいなところに位置してる、これがシルビアにとっては綺麗だということでしょう。一番似合うという。わ、なんか白い、上色に対してこの白い、これはこの純正ですか。いえ、これはね、これカバーをつけた、実際の色はちょっとベージュに近いんですけど、ベージュに近い、私は直したときにこの色にしちゃって、もう本当はベージュだったです。なるほど、はい、白に似合いますね。しかもこれでやっぱ後ろに乗れますからね、リアシートあって。はあ、それとこれリアシートのこれは基本的には2人乗りだと思います。あ、そうなんですか、これ荷物置くと。ああ、だからここにこういうふうになってる。そう、あ、基本的に2人乗り、2人乗りです、これ。スーパーカー、へー、すごい。キャー、だからシャシーはフェアレディの1600から上だけ被した。元はフェアレディのシャシーですか。そうです、すごい。1600、いいですか。どうぞどうぞ。うわ、もし狭かったら下げてください。あ、はい、失礼します。キャイン、あ、失礼しました。うわー、いいね、これは大変だ。公道とか走ってるの見たことはありますか。ないですね。もう本とかネットとか、実写のシルビア、初代シルビア見たことないかな。あるかな、いや、ない。公道は増してもないですね。いやー、最高ですね。555台、だから今現存してるのがどのくらいあるか分かんないですけどね。いやー、ほぼないじゃないですかね。博物館とかにある、そういうことですね、まあ、それ持ってる個人の人も大事にしまい込んじゃってるんだと思いますよ。
いやこれやっぱスポーツカーだからね。そう、ちょっと閉めていいですか。うん、すいません。うわーすごい、これはいやたまんないね、たまんない。いやあ、ありがとうございます。いやこれはたまんない。シルビアとはよく名付けたものだなっていう、うん、まさに、デザインがいいですよね。ね、うん、女性的な、可憐で美しい、そして可愛いっていう、いや最高じゃないですか。ここにアンテナがあって、うん、でやっぱりこれはプッシュ式じゃない、あのこういうあれですね、ドアノブになってますけどね、ちょっと後ろ拝見してもよろしいですか。この後ろのねテールランプいいですね。テール、うん、これは最高。なんてこんなに控えめだけどセクシーなのいいですね。あります、いいです。横にふって赤とオレンジの分かれてる真ん中に丸いものが入ってきめ細かい。でこれがねバンパーに映り込むって最高だよこれ。うん、マフラーツインだしの、はあ、すごいね、はあ、デザインが最高だ、はあ、これトランク、これがガソリンタンクですよね、うん、はあ、トランクも広いんでしょうね、はあ、いやいいな、見て。だからここにいわゆるこうなってるんだよね、こう、それがまたセクシーなわけね。テールランプの位置がちょっと下になってる、うん、ね、これがセクシー。ローレルのローレルの、あれも好きなんだけど、たまんないね。あー、いやいや、こうたまんないねってもうチューしたみたいな感じですよね。あれ、ちょっと待ってください。シルビア、初代シルビアのトランであると、これはガゼールかなんかじゃないですかね。あ、これはガゼールだ、兄弟車、はあ、だけどこれオープンなんですよ。ガゼールのオープン、うん、すごいですね。初めて見ましたよガゼールのオープンは。ちょっとこのまま買ったもんですからその経緯は分かりません。これそうですか、貴重ですよこれ。え、ガゼール、これフェンダーミラーのこう丸なんですか。この頃ドアミラーじゃなかったのかな。いいね、グリルのこの四角のマス目がね、これだよね、印象的な。うん、そう、かっこいいな。しかしシルビアとガゼールって、これもうどっち乗りますか、あなたっていう。もうとにかくどっちもすごいよ。この辺なんと革命になってるね、うん、あ、本当だ、核4トン。これがシルビアやガゼールのもう最たるフロントマスクのもう魅力の核4トンの美しさ、だからね、とにかく双子の可愛い兄弟をもう会った時に、うん、あなたお姉さん、うん、妹さん、どっちの話がしたいみたいな感じと同じぐらい、うん、シルビアガゼールっていうのはね、とにかく迷うと、あのかっこよくていいね。テールランプも大胆になってから大きくなって、認証性もすごいいいし、うん、ちょっとそれに行くでもごめんなさい。はあ、俺は昔から好きなんだな、シルビアやガゼールが。だってガゼールって犬科の、肉食動物ですよね、ガゼールって。違いました、ガゼル。あ、全然じゃ食べられる方だ、肉食動物に。ごめんなさい、そうだ、すみませんでした、下かぶりして、すみません、全然違ってました。
やっぱ見やすい。うん、窓ガラスも。有働さん一番似合ってます今までの車。ありがとうございます。うわ、いつか優勝パレードするときいいですか。何人で優勝する。いや無理無理無理。キャイン。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。